いやー、いいところじゃないか。チゴ様、レーナ様、コウジ様、シエリさん、ただいま。またお世話になります。はい、チゴ様。それではお部屋にご案内いたします。アヤとナルミも来れたらよかったのに。学校の用事なら仕方ないわよ。終わったら連れてきましょう。ようこそ、俺が警備する恐怖の世界。ただいまに戻りました。貴様に声をかけたわけだね。なんだよ、この家の正当な後継者様が直々にお出迎えしてやったんだから最善に。黙れ、灰原家の恥さらし。貴様にくれてやるものなど塵一つもない。さっさと消えて、どこで成友の垂れ締め。旦那様、あまり興奮されると心臓によろしくありませんよ。引き込むのにしか能がない、出来損ないわ。旦那様、お疲れですね。失礼します。だが、こいつは自身の性奴隷の存在で、俺に警戒心を持っていない。マイクベッドにしわがれた慈悲が手をしていなさい。俺のあふれる活力は興味なしなのです。おかげでレイナやシホさんを生み出すための裏工作を死にくいでしょう。シエリは邪魔だが、手を出すにはリスクが出ない。やはり死ぬの方しておる。どれだけ警戒しよう、俺の目から逃れることはできないんだ。これだけ揃えば、あいつの私生活なんて丸裸だよ。警護する腕を守ってすぐ。はい、旦那様。はい、はい、問題ありません。銃と弾丸の準備は抜かりはありません。前にも確かシエリがこんな話をしていたような。だが慈悲の部屋には銃の弾丸もなかった。ええ、大丈夫です。これでアイゼンの死は確実となるでしょう。なんだって。シエリが風呂入ってる間にさっさと調べねえか。へへ。バッチリ見てたぜ。やはり来たのね。最近のあなたの様子がおかしかったから、風呂に行くふりをして誘い込んだのよ。へえ、随分と手の込んだ真似するじゃないか。何のつもりか知らないけど、このことは旦那様に報告するわ。あなたにとうとうおしまいね。それはどうか。これでアイゼンの死は確実となるでしょう。しくじって取られた。お前、これはどういう。なんでお前とコウジがこんな会話をする。ジジイを殺すつもりだ。そのデータ